一番手かかったし出来上がったものに対して満足してるのは実は G なのかもしれないんですけど、まあその後一応監督になっていろんな怪獣ものを撮って、それこそつぶらやプロに行ってウルトラ怪獣まで撮って、まあもうこんなに幸せな状況ないだろうってぐらいいろんな撮れてるんですけど、まあやっぱりいろんな条件にの中で撮っていくから、あれやりたいこれやりたいが全然できなかったりとか、まあ制約は当然あるんですよね。まあ G を見るとやりたいことをやることに集中してるんですよね。いかにこのビジュアルを成立させるかに集中してるのが見てわかるんですよね。自分割れながらやりたい放題やりやって言って自分に対して思いますよね。あれ見るととにかく何かあった時に一回立ち返ってみると自分が自分に説教するというか、お前本来こうだろって自分に言ってくるのは意外と G だったりするっていう。だからまず最初に自分で自分の指針というか本来自分がやりたいことの塊みたいなのを最初に作ったっていうのは意外と立ち返れる場所としていいなって自分で思っちゃったりとか、この間見た時に思いましたね。っていう時はもう本当にかっこいい見せ方とか、なんだろう、例えばこの怪獣の見せ方といえばこうだよねっていう昔からのオマージュを持ってくる場合と、あとはもう全く見たことないアングルに入ろうって考える場合と、あとその中間でいつもの王道だとこうなんだけど、王道と見せかけてもう一個そのまま長回しでもう見たことないカメラの動き方することでハイブリッドな感じにするみたいな、なんとなく3パターンあって、まあオマージュ新型ハイブリッドみたいな、なんかそれはなるべく混ぜこぜにして、なんか昔ながらの撮り方ばっかりこだわっててもつまんないし、かといってやっぱり王道の良さっていうのもあったりするっていうところで、それはカメラアングルにしろそこで起こるビル1個崩すにしてもだったり、あと僕はどうしても今のところ未だに予算がない怪獣映画なんだけど、やっぱりお金がない、そんなに自由が利かないことがだいぶ多いんで、やっぱアイディア勝負になってくるんですよね。その辺はまさに自主映画の時っていうのはそれこそもっとやれることが少なかった時にアイディアだけで見せ方勝負やってた、そのノウハウをそのまま応用して仕事で使ってるっていうところはありますよね。怪獣に関して言うと、まあ、原作があるんで漫画原作があって、怪獣のデザインも本来怪獣っていうのはクリーチャーっぽいデザインなんですけど、で僕はどっちかというとクリーチャーよりは怪獣が好きな方なんで、とはいえあれは、まあ、まさに原作の怪獣を忠実に再現してみようっていうことで、そういう意味ではデザインも普段の僕だったら多分ああいうデザインにはしなかっただろうデザインを、まあ、原作に忠実に作った。ただあのワンカットの中ですごい大変なことが起きて次々に人が死んでて最後ビルが崩れるっていうのは割と僕がやる常套手段なんですけど、いかにワンカットに詰め込むかっていうのが好きなんで、最初に出てくるクモみたいな怪獣は CG なんですよね。でその同じワンカット内で逃げていって向こうからあの新宿のビル崩しながら出てくる怪獣は着ぐるみなんですよ。そのワンカットの中に2種類の怪獣出てくるけど CG と着ぐるみが両方出てきてるんですよね。で意外と見た人は後半に出てくる怪獣も CG だったと思ってる人は結構多いんですよね。でもあれは全部実写で、後ろから出てくる触手みたいなのも含めて全部実写で撮っていて、でもまあそれまさに CG なのかミニチュアだったのかもう分かんなくなってるぐらいになってるのがやっぱり理想なんで、でもやれる限りの最大限のいろんなことを詰め込んだって割と贅沢な映像にはなってるんですよと思うんですけどね。今、準備していて来月から撮影なのがネオウルトラ Q っていう番組で、結局ぶっちゃけあんまり予算はないのでそんなに派手なことはできないんですけど、まあその中でいかに何ができるかっていうことでみんな頑張ってるところなんですけども、少なくとも怪獣が出るし、お話は結構面白いのがだいぶ上がってると思うので楽しめるかなとは思ってるんですけどね。まだ言えない
やつでもう2本ぐらい、おあれまたやるんだみたいなやつが2本ぐらい今進めていて、一応僕は監督もやれる、まあシリーズもののまた何話かをやるって感じですけど、この辺が全部成立してうまくいけば結構来年は楽しくなるんじゃないかなと思っていて、まあ特撮博物館なんかは今年あって、ちょっと特撮が見たいなっていう空気が今高まってる中で、来年ちょっとはそれがおーおーおーってなる感じの企画が今動いてます。実は日本は怪獣映画がすごく寂しい時代に時期になっていて、新作の怪獣映画が今ほとんどない状況なので、少なくともこうやろうとしている人たちはいますと、たくさんで、それが今まさにちょっとずつ盛り返してきていて、話も徐々に出てまとまりつつある企画がいくつかあるので、ここ 2,3 年の間にやったーっていう感じの怪獣映画が皆さんに見せられるように僕は今頑張っていますので、それを楽しみにしていただきたいのと、あのぜひそういうのを応援していただいて、そういうのが見たいっていう空気をどんどん高めていただけると成立するのかなと思いますので、ぜひこれからも応援と、まあ、何らかのそういう情報はだんだん出てくると思うので、そういうのを知ったらぜひそういうのをまたさらにみんなに発信していただいて盛り上げていただけたらなと思います。